皆さんこんにちは、こんばんは、コロムシでございます。今回の配信なんですけども、多くのカードの下落が、止まってまいりました。ものによっては上昇が始まっているカードも少なくありません。今日紹介する中にも現在が買い時、まあそう感じさせるものもあると思いますので、お見逃しなく、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、では始めていきますが、その前に今月発売予定の古代の方向未来の一戦から海外カードでの一部フラゲを見たんですけども、まずメロコとリップが出てくるようですね。スター団シェダルドボスメロコとメイクアップアーティストのリップなんですけども、これリップのね SAR でしょうかね、こちらなんですけど、メイクをしてあげているシーンだと思いますが、このしてもらっているキャラクター、これ木肌ですよね。後ろ姿しか映っておりませんが、まあ、もし紐づくかもとお考えの方、現在 SAR で 34,000円くらいで徐々に上がり始めてますので、お早めに。メロコリップ楽しみでございますね。そしてこちら、オーリム博士の SAR ですかね。パモットとミニーブが一緒に映っていて、まあかなり可愛いカードに仕上がっているようです。てかオーリム博士ってかっこいいっすよね。スカーレット EX 収録のオーリムさんは、まあ、こんなもんですかね。今2000円でございます。まだね、発売されてないので、値動きの影響はこれからかと思いますが、まあ、ツバをつけるなら、決して早くはないタイミングかと思います。出てくる情報をもとにね、皆さんらしくいろいろ考察してみてはいかがでしょうか。では、本題に入りましょう。価格変動が起こっている中から、気になっているカードを今回も4枚チョイスいたしました。変化の仕方を学び、別の可能性を考えたり、単純にそのカードが狙い目でしたり、それぞれ違いますけどね。現状確認してみましょう。最初はこの子からいきましょうか。ユーリ SR でございます。2021年12月3日発売、 VMAX クライマックス収録の女の子サポートです。2つ前のねハイクラスパック収録、もう発売から2年が経とうとしているんですね。では、現在の状況をトリチャさんのグラフで確認してみましょう。4月は3万円でした。6月の高騰時期、ほぼ5万円まで行ったみたいですね。でしっかり下落をし25,000円、4月の価格を割ったっていうことになりますね。拡大してみますと、まあ、ちょっと上がりまして現在28,000円でございます。さて、ガラル地方のキャラクターですね。同じく V クラで収録されたガラルの仲間たちにも描かれていると思います。ユーリも期待の一枚なんですが、2年前のカードなんですけども、まだこの程度なんですかね。昨年発売の回 SR とほぼ同位置でございます。この価格の感じを見ていると、一番の期待は斉藤直樹さんイラストであることですかね。リーリエでね、エクバリーリエもガンバリーリエも火がついてね、リーリエが高騰する、そう思われたことにより、リーリエが映ったコスモウム、コスモッグといったね通常ミラーまで大高騰してしまいました。それと同時にエクバ、ガンバともに斉藤直樹さんです。斉藤直樹さんが描いたものなら高騰するのかもという動きがあったことも間違いないかと思います。まあそんなことが起こったわけですよね。コロムシは想像を遥かに超える高騰に正直恐怖を感じておりました。まあもうあんな高騰は来ないであろう、そう思っている方もいらっしゃるかもしれませんけど、それは分かりません。その高騰時期に上がらなかったカードだってたくさんある中、この有利だって5万円以上になる力は持っていますので。また先ほどお伝えしたガラルの仲間たち、あちらもおすすめなんですね。プロも含め仲間たちシリーズはまだ4種類しか発売されておりません。ガラルの仲間たちそのものが上がる期待もありますし、映っているマリーやこの有利に影響が出てくることも考えられます。ちなみにマリーはね SR が2枚シールドとシャイニーですね。それからプライド、練習プロモなどね複数出ておりますが、有利はこれだけなんですよね。まあ厳密に言うとね、ガラルファイヤー V の CSR にも映っていますが、単体有利はこれだけだと思います。飛躍的に大高騰するとは考えておりませんが、優秀な位置をキープしていくポテンシャルは感じております。そんな有利、底値を脱出した感がある、まあそんなタイミングなんですね。この価格だからこそ紹介いたしました。まだねショップさんには在庫があるようですね。ぜひ入手を考えてみてはいかがでしょうか。
はい、次はこの子行きましょう。はい、ナタネの活気でございます。2022年4月8日発売、タイムゲイザー収録の女の子サポートでございます。コロムシがですね、このナタネの活気が大好きで、過去何度か紹介させていただいてますね。久しぶりの紹介ですが、やはり可愛いですね。はい、では、トレチャさんを確認してみましょう。5月1万1500円でしたが、6月2万2000円になりました。まあ、こう見てるとだいぶ可愛い価格の方ですね。さて、ナタネへの期待はですね、タイムゲイザー収録であったということですね。皆さんご存知の通り、タイムゲイザーはスペースジャグラーと同時に発売して、ジャグラーにはあの回が収録されておりました。一撃連撃、魔天装空、スカバイなどなど、まあいろいろ同時発売っていうものがありまして、なぜか後ろ側のパックが売れるんですよね。ソードとシールドもそうですよね。そのためポイントと考えているのは数っていう部分です。回はね、最初から高額でした。その回と同じように現在も残っているとは考えづらいっていう部分なんですね。スペースジャグラーは即完売に対し、タイムゲイザーは売れ残っていたシーンを何度も見かけました。回は欲しいけど、ナタネは別にいいや、まあそんな感じだったんじゃないかなと思っております。仮にそうなら、市場に残っている数が同じとはもちろん考えられない。その残数での高騰の可能性、そこを期待しているんですね。例えば、まあ、ポケカ以外でも数量限定とか期間限定など、数に限りがあるものは高騰します。人気があればね。数は、高騰に大きく関係しているんです。だからここはどうしても気になって仕方ありません。さらにナタネには先輩がおります。こちらです。現在5万8000円、高騰時期は11万2000円しておりました。こちらのナタネ収録パックはウルトラさんです。こちらも同時発売。相方のウルトラムーンにはあの指差しシロナが収録されておりました。現在シロナは21万円です。まあ、このように人気のあった相方と比較してしまうと差がありますが、シロナが上がっていくと同時にナタネも上がってきているんです。レベルこそ違えど、これと同様、もちろんね、他の同時発売パックも同じような期待をしております。皆さんならね、現在のこのナタネの活気高いと思いますか？安いと思いますか？はい、次こちら行きましょう。連撃ウーラウス VMAX HR でございます。2021年1月22日発売、連撃マスター収録のスペシャルアートでございます。先ほどナタネで紹介した一撃連撃同時発売のこちらは後ろ側ですね。要は人気があった方のパックです。ではトリチャさんでグラフを確認してみましょう。5月は5万4000円でしたが、最高12万8000円となりました。まあ VMAX HR の界隈で考えたらまだ安い方ではありますが、やはり単体で見たらかなり高いですよね。このカード他と少し違うのがこの後なんです。下落はしますが、約3週間後、9万5000円あたりから下がり方がなだらかになるんですよね。滑り台のようなグラフ形状が多い時期のはずなんですが、そこから3ヶ月経った現在も8万7000円をキープしております。8月の9万5000円、現在8万7000円、その差8000円程度で3ヶ月を持ちこたえました。強い証拠ではないかと思います。グラフの前半5万4000円から6万円ベースだったのが、8万7000円から9万5000円ベースとなっており、カード評価そのものが上がってきていることが伺えます。さらにこの右側、ショップさんの在庫量がですね、大変薄いのも特徴なんですよね。ここ最近ご存知の通り大きく高騰する時期ではございません。価格だけでポケカを見てきた方々は今離脱してっているでしょうね。現にこのコロチャンネルの再生回数も高騰時期が一番回ってますしね、大変わかりやすいです。そんな状況にもかかわらず在庫が薄いって、まあ、それこそ数の話になりますよね。このグラフを見る限りベースとなる価格はじわじわ上がってくると予想しておりますが、高騰する前から物がないとなると、次高騰するときは物がないということに拍車がかかってしまいまして、ぐんと伸びる可能性を感じているんですね。仮にそう考えると現時点でももう恐ろしい予感しかしないんですよ、という期待が持てるカードだと考えているんですね。こんな状況の連撃ウーラウスですけど、皆さんならどのように考えますでしょうか？はい、ではね、本日最後はこの子でいきましょう。アセロラの予感でございます。有利同様、VMAX クライマックス収録のアセロラちゃんです。ではちょっと先にね、これトリチャさん確認してみましょう。半年前は2万3000円でした。6月の高騰でほぼ7万円に到達ですね。その後どんどん下落して2万4000円となりまして、グラフちょっと拡大しますと現在、まあ、ちょっと上がって2万8000円でございます。こちらのアセロラを紹介したのはもうただただ今が安いと感じているからです。皆さんもご存知でしょう、この子はアセロラですからね。アセロラですから、あの
だ簡単にちょっと説明いたしますね。先ほど斉藤直樹さんの説明の際にも出てきたリーリエ、女の子サポートの中でも最大のポテンシャルを持っており、コロムシが知る最初のガンバリーリエ買取価格は 28,000円でした。今大きく下落している期間だとしても、それでも現在 1,386,000円するカードでございます。エクバリーリエはもっと高額ですからね。そのリーリエを追って次に高額なのがアセロラでございます。新たなる試練の向こうというね、市販パックに収録されていたアセロラ SR は下落している現在でも89万8000円、プロモに関しては8月を最後にね、ちょっともうどこも在庫ないんですけども、下落していた8月でも248万、高騰時期はなんと928万でございます。要はリーリエに対抗できるとしたらアセロラしかいないんですよ。これだけ聞いてもアセロラの予感って安すぎませんかっていう感じなんですよね。で、ちょっとこの流れ覚えておいてください。次いきます。トレーナーズにはですね、キャラクター名だけではなく、なんとかのなんとかみたいな名前のついたものがいつからか増えましたよね。先ほどのナタネの活気もそうです。先輩はナタネ SR、 後輩はナタネの活気、マリーもそうですよね。マリー SR とマリーのプライド、まあ、このようなカードのことです。アセロラの予感、これも同じですけども、ではライバルであるリーリエはとなりますと、そうです、あのリーリエの全力というカードがありますよね。そのリーリエの全力をちょっと見てみましょうか。まさにね、高騰時期のきっかけとなったリーリエですから、まあ、グラフ見る限りさすがですよね。半年前4万2000円が一気に32万8000円となりました。まあ、あれだけね、斉藤直樹さんイラストのリーリエと比べて可愛くないとかね、高騰なんてするわけないとかね、言われてきたカードで1万5000円ぐらいだったと思うんですよね。あの最初の頃はこんなことになってしまいました。そしてコロムシが驚いているのはこの後、一時の爆発的な異常が発生したくらいに思ってたんですよ。4万が30万ですからね。その後、まあ、沈下してね、花火のように散っていく感覚で元に近い価格に戻ると思っていたのに、未だ10万円近くにいる。これが予想外でした。もうね、リーリエ祭りなんてのはね、ほぼ落ち着いているのに、10万円前後をキープしている力に正直驚きが隠せません。と同時に、次これに引っ張られるカードって今までの動きで考えたら、そうなんですよ、アセロラの予感が動いてきて不思議じゃないはずなんですよね。ずっとそう思って待ち続けて今日まで来ちゃったんですけどね。まあ、コロムシは、まあ、そう信じてしまっているアセロラの予感が現在28,000円、やはり安すぎますね。そんな子ではないはずなんですよ。アセロラの予感だけ伸びない、いやいやいや、考えづらいですよ。あのこの子はね、しかるべき位置に高騰しなきゃならないカードだと思ってます。もしかしたらね、今もったいぶっている期間なのかもしれませんよね。あのペラペラと勝手な持論をお伝えしましたが、皆さんから見てこのアセロラの予感への期待値はどんな感じでしょうかね。はい、本日もね、最後までお付き合いいただきありがとうございました。どうしてもね、コロムシの考えで推測していくと、安すぎるカードが現在は多いんですよね。仮にこの後高騰するなら間違いなく買い時、あとは高騰するのかどうかが気になるところですよね。もちろんね、コロムシ占い師ではございませんので先のことは分かりません。でも今までの傾向から、考察できることもあるかもしれません。そんな思いで配信を続けておりますが、あくまでコロムシの勝手な見解でございます。正解を述べている配信ではないのでご注意ください。参考程度でご覧くださいませ。ということで、本日はここまで。また次の配信でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。